私たちもいろいろな活動をしていますが、ある一生懸命な活動をしている大先輩にちょっとだけお話をいただければと思うんですが、柴谷先生、よろしければ前にお願いできますでしょうか。皆様拍手でお迎えください。実は素晴らしい活動をされていらっしゃる大先輩でございます。ご紹介をいただけますでしょうか。ありがとうございます。なんか突然のご指名でございますけれども高野山でプロの海女をしております柴谷宗淑と申します。こちらのね、アリスさんやったかな、はい、女の子みたいに見えるけど男の子私男みたいに見えるけど女みたいっていうかね、昔は男やったんです。で私22年前神戸に住んでました。家ペシャンコ全体私のお遍路のきっかけもそれです。やっぱり自然災害これによってやっぱり人生が変わる。私もそれで人生変わっちゃった。それまで男の子で新聞社勤めてました。でも小さい時から私ずっと女だと思ってた。で地震で何もかもなくしちゃってもうなくすもんないから自分をということで高野山で得度を受けて僧侶になりました。もともと山家の出身です。そこでお寺建てます。どんなお寺かっていうとその私と同じようにその性栄同一性障害自分の身体的な性と心の性が違う人私それで悩みました。なのでそういう方たちの悩みを聞いてあげれるそんなお寺を作ろうと思っております。もし協力していただける方がおられましたらこんなこと宣伝してええやん出口のとこに首位書と振り込み用紙置いときますよろしくお願いします。柴谷先生でした。ありがとうございました。誰しも平等、いろんな心を持っている人たちにも寄り添っていける社会が作れたらいいなっていう気持ちに私も共感をしたので、ぜひこういう活動をしている高野山のプロの海女さんがいらっしゃるんですよってことを知っていただきたいとご紹介